先生に聞いてみよう。ロームトラブル一問一答。こんにちは、ソーダ佐藤先生に聞いてみよう。ロームトラブル一問一答の時間です。ナビゲーターの浜田愛子です。よろしくお願いします。特定社会保険労務士の佐藤弘和です。よろしくお願いいたします。では早速本日のお題いきます。はい、じゃじゃん、はい、じゃじゃん。パソコンの私的利用を禁止したい。またこれまた悩ましいテーマですね。事例早速いきますね。はい、はい、当社は従業員200人規模の卸売業。先日情報セキュリティ全般を取り扱う総務部から、複数の社員が業務中に SNS への投稿や FX のサイトへのログイン、またネットゲームなどを頻繁に行っていることが分かりました。人によっては1日2から3時間のものもいます。懲戒処分を課しても問題ないのでしょうか。うん、これってどうなんですか。これね、結構ね判例はね出てますね。ああそうなんですか。まあ労働者には就業時間中、まあ、始業就業時刻の間は職務専念義務っていうのが課せられていますから、まあ、職務専念しなければならないというのは、まあ、ただまあ、これから帰るよとか、お弁当忘れちゃったみたいなね、そういうまあスマホ上の、まあ、私的なやり取り、はいはい、なんてことはまあよくある話でもあるんで、まあ、問題となるのは社会通念上認められる限度っていう表現になってくると思うんですね。あ、で常識内の範囲では問題ない。そうですね、おっしゃる通りですね。そうですね。でも限度ってどれくらいなんですか。なかなか鋭いですね。じゃあフリップにちょっとねまとめてみたんで見てみましょうかね。はい、はい、まず、まあ、いくつもあるんですけど、はい、L 事件っていうのは、これは証券会社などのサイトにアクセスして約3ヶ月間に27回、まあ、取引実行しちゃったみたいなやつですね。はいはい、これは懲戒解雇だったんですけど無効と、裁判所は無効と判断しています。G 事件はこれメールの送受信1日あたり2通程度で、上司への誹謗中傷、これも解雇無効。それから Z 事件っていうのは、これはメール更新とチャットソフトのダウンロード7ヶ月間に28回、これ業務の関連が少ないということで減給処分、これも無効です。で T 事件っていうのは IP メッセンジャー、これ有名なんですけども、6ヶ月間に1700件あったんですけども、まあ、内容としては野球の話題ばっかりだったみたいなことで、これも、まあ、解雇は無効ということになってます。でこれ次は K 事件はメールの送信約13ヶ月間に32通、まあ、よく数えますけどね、もう解雇無効というようなことになっていて、まあこれが社会通念上認められる限度かどうかっていう基準になってくるのかなと思いますね。逆に限度を超えてるのっていうのはどういう感じになるんですか。はい、それまた鋭い質問なんですけどまあこの判例が、はい、参考になるかな、まあ、要は出会い系サイトで知り合った人とメールのやり取りしててクビになったっていう例なんですけどね、はいはい、専門学校の教師が出会い系サイトにて登録して指摘メールを大量に送受信して解雇されたケースです。はいはい、K 専門学校事件、メールの送受信5年間に受信した約1650通のすごい、まあ、半数、送信した約1330通の6割程度、まあ、これが出会い系サイトに登録し指摘メールを送受信していたよっていうことで、これ解雇になったんですけど、はい、まあ、裁判所もこれは服務規律規則の職責遂行専念義務に著しく反しというところを見てあげて有効と判事しているという例ですね。なるほど。ってことは今回の事例のように1日2から3時間ぐらいの SNS に投稿っていうのは当然、まあ、解雇まではねちょっと難しいかもしれませんけども、懲戒処分はねもう免れないと思いますね。ああ、そうなんですね。ちゃんとじゃあ就業規則にきっちりと書いとかなきゃいけないってことですよね。そうですね、まあ、職務専念義務っていうことをね、まあ、書いておくのも一つですけども、まあ、それだけではなくて、PC へのアクセス、社員が何に対してアクセスをしているのかということを、まあ、プライバシーに配慮しなければなりませんが、何かモニタリング指針みたいなものを設けて作っておくことも必要になってくるんだと思いますね。また一つ勉強になりました。